こんにちは、速稼塾のぼです。消耗品を安く買いたいっていうのはこれ誰でも思うことなんですけども、今回私ね、スマホアプリのシェアモロっていうのをね使ってるんですけどもね、このシェアモロって結構いいんですよ。だいたい商品を買おうと思ったらたくさん買うと安くなるじゃないですか。だからといって一人でたくさん買っても無駄になっちゃいますよね。ですんでこれをね、インターネット上の誰彼さんと共同で一括で買いましょうっていうのをまとめてくれたのがこのシェアモロっていうアプリなんですけども、もちろんね、知り合い同士を集めてもいいんですけども、知らない人と買ってもいいんですよ。誰と買ったかは分かりません。これね、大事なのは何人といくつ買うかっていうところの募集、それをマッチングするサイトなんですよ。ですんで自分が個人的に3個ぐらい欲しいな、もしくは1個でもいいんだけどなっていう時でも、そういう人が集まると100個単位で買えるんで安くなるってことですよね。もちろんこれ100個に至らずに途中で終わった場合は売買が不成立ということで手に入りませんけども、まあ概ね手に入るんですよね。ちょっとね、サイトの方をパソコンから見てみようかと思いますんで、画面を切り替えますね。どんなものがあるんでしょうか。はい、これがトップページですけども、割引率見てください。 87% オフっていうふうに左上なってますよね。そして 74% オフ、 56% オフ、 70% オフ、 48% オフということで、軒並みもう 50% からね、 70-80% オフなわけですよ。このマスクとかも今まだ全然いるでしょ。それから USB のこの3つに分かれてるケーブル、これもなかなか使えるんですよ。でぐーっと下がっていくと、ちょっと家電見たものもあるんですよね。例えばね、どんなものがあるかな、家電、お肉もね3割引きですね、食品もあるんだ。でワイヤレスイヤホンが右下から2番目ありますよね。これ898円、安いですよ。これ送料330円かかりますけど1000円ぐらいでしょ。こっちもありますね。9% オフか。なるほど。さまざまございますよね。これね、必ず、これ欲しかったんだってことに出会えると思うんで、これね、ちょくちょくこのサイト見ることになっちゃうんですよ。これ見るだけでも楽しいんですけどね。なんか痩せグッズみたいなのがあるぞ。本当に目移りするほどなんですけども、加湿器、1020円が600円。ね、じゃあね、例えば商品見てみようかなと。今ね、中央下の方にお肉の画像があるんで 36%、 これをたまたまクリックしてみますね。そうするとどういう風になるかっていうと、厚切り牛タン1人で買う、2個で割引、そうか、2つ買うと1人でも割引ということなんですよね。で2人のグループを作るっていうのはどういうことかっていうと、ここに参加してもう1人を募集するんですよ。そうすると3200円で買えちゃうということですね。でもう一人が誰なのかは、インターネット上の誰かになります。このシェアモルに登録する誰かになりますね。牛タンスライスね、 500g、 どうでしょうかね。写真通り厚切りで美味しかったです。冷凍なのにバラバラになっていて、とても解凍しやすかった。ほう、いいんじゃないですか。こういうので入ってきてるんだ。厚みまでね、はい、事業者とかも書いてますね。なるほど、こういうものであったりとかするわけですね。どうですか。アクセサリーもあったり、これパソコンの台とか USB のサポートとかありますね。靴下も変わったのありますね。シェアモルね、この前これね、テレビでもやってたらしいんですよ。焼き鳥なんてあるぞ。焼き鳥いいな。なんか食べ物ばっかり目がいってしまいますけど、私の場合は。はい、ということでね、本当目移りするばかりの商品群でございます。もうなんかね、どれもこれも欲しくなっちゃうなってとこですけどね。はい、シェアモルですよね。特に今でしたらどうですかね、マスクを共同購入するとかなり安く買えるみたいなんで、マスクとかでもいいんじゃないですかね。転売で仕入れる方ってここから買ってる例も多いみたいですよ。安く買えますんでね。これこそまさにシェアモルを知ってるかどうかだけなんですよ。シェアモルで仕入れてメルカリで販売みたいな転売コースみたいなのもあるみたいですよ。このね、転売塾っていうの中にシェアモルで仕入れて、ジモティっていうサイトもあるんですけど、ジモティで仕入れて、ガレージセールっていうサイトもあるんですけど、ガレージセールで仕入れて、で、メルカリで売りましょうみたいなルートもあるんですよ。たったこれだけのことなのに30万っていう受講料取るみたいですけどね。取るって言ったらまた悪いですけどね。だから情報の格差って本当収入の格差になりますんで、
まあ、今回ねこのシェアモルってサイトをちょっと頭の隅に入れておいてもいいんじゃないですかね。で本日は以上です。ありがとうございます。